千葉県立四街道高等学校は千葉県四街道市鹿渡市にある県立高等学校。最寄り駅は JR 東日本総武本線の四街道駅であり徒歩10分。通称は4校。校舎は公立学校では珍しい八角形の形をしている。これは現在の校舎竣工以降、アメリカなどの高校同様ホームルームを持たず、 移動教室制度の実験校としての機能を持ったため、生まれた形状である。本制度は、1991年に廃され、現在は既存の高等学校同様、ホームルーム制を敷く。学校全体の面積は、千葉県内の公立高校で2番目に広い。2017年4月時点の在校生の出身中学所在地を自治体別に分類すると、以下の通りである。 主な出身中学別の人数は、八幡市立八幡中央中学校56名、四街道市立四街道北中学校54名、四街道西中学校50名、八幡市立八幡中学校40名、四街道市立四街道中学校41名、千葉市立三号中学校34名、市水町立市水中学校33名、 四街道市立朝日中学校31名、桜市立桜中学校29名、八幡市立八幡北中学校26名となっている。ありがとうございます。